本音で生きてますか建前で生きてますかあなたの本音度をチェックしようはい、こんにちはライフスキルティーチャーのミスターオカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介しています はい、えー、っとガチ、まあ、簡単に自己紹介させていただくと和歌、えー、山でライフスキューの学校を立ち上げてこれまで1万人以上の子供と大人に自分らしく輝いて生きていくための教育を提供してきましたいわゆる自己発揮の専門家ですはいこの自己発揮の専門家として皆様に毎日いやあなたにずっとここで言ってることは本音で生きるって最高じゃない 自分らしく生きるって素晴らしいことじゃないっていうことをメッセージでお伝えしています。本音で生きるとやりたいことが見つかり最高の自分を表現できて生きる喜びにあふれた毎日になる。だから本音でいきましょう。本音9割でいきましょう。そんなお話をしています。ね。でもね、なんか 世間で生きてると、この社会で生きてると、知らず知らずのうちに、建前で生きるようになっちゃうんですね。周りの顔色が気になったり、なかなか言いたいことが言えない。やりたいことがあっても我慢してしまうって。まあ、本音9割というよりも、本音が1割で、建前が9割になってしまう。以前の僕がそうでした。もう30まではもう建前9割、もう本音1割の人生でした。 もう誰にも嫌われたくないって言って。言いたいことも言われへんし、頼まれても断られへん。で自分がほんまに何がやりたいかわからへんって。そんな毎日で本当に苦しくなって、楽しくなくなって、うつ病になってしまったんです。えー、だからこそ、今の僕だからこそ言えることっていうのは、やっぱり本音で生きるって素晴らしいよねっていうのを建前で生きてきた人生があったからこそ見えてきたっていう感じなんですね。じゃあ、 どうやったら本音で生きることができるのかどうやったら自分らしく生きられるのかそこなんですよ。第一歩目。それは今の状態を知ることです。今自分がどれだけ本音で生きられているのか本音1割本音2割本音3割本音5割なの本音9割なのっていう今の自分の状態、現在地を知るということ。ここが第一歩です。 はい。現在地を知った上で、じゃあ本音9割で生きる。そのゴールができたら、ゴールから現在地まで道がね、見えてくるので。今日はそれをやりましょう。現在地を知る。あなたの本音をチェックします。 はい、ということでね、普段このチャンネルでは、本音で生きる、そして自分らしく輝いて生きていくためのライフスキルや行動習慣を紹介しています。で、えー、っと、よかったらチャンネル登録してもらえたらめちゃくちゃ嬉しいし、えー、概要欄にね、リンクを貼り付けてます。そこには僕の SNS、Twitter、インスタですとか、えー、毎日ね、本音で生きるラジオも配信してますので、そちらもチェックしてもらえたらハッピーです。 はい、ということで、やっていきましょう。今日はね、えー、本音度をチェックするということで、えー、よかったらね、メモ帳とかペンとかを今こう出してもらえたら分かりやすいかもしれないですね。で、僕が今からね、10個読み上げるので、読み上げるので、それ当てはまる個数、何個当てはまったかなっていうね個数をね、覚えておいてもらえたら嬉しいです。はい、まあ、チェックで、ね、正の字でやってもらえてもグッドですね。それでは行きますね。あちょっと水飲みましょう。水っていうかお茶ね。 はいじゃあね、えー、読み上げていくんですけど、これね、ちょっとこう立たせようか。これね、これ見やすいでしょ、こうやったほうが。うやっ見やすいかな。はい、じゃんってします。はい、それでは、一つ一つ読み上げていきましょう。本音度チェックテスト。1、言いたいことが言えない。2、誰にも嫌われたくない。3、頼まれると断られへん。 4いつも愛想笑いをしてしまう5やりたいことがわからないちゃんとめくって6心を許せる友達が少ない安らげる居場所がないってこと7つ目素の自分に自信がないそのまんまの自分が自信がないからいつも自分を作ってしまう 8個目、えー、これまで比較的親の言う通りに生きてきた。大人になるまでね。大人になるまで、親の言う通りに生きてきた。9、将来が心配で不安だ。10、毎日が楽しくない。さあ、もう一回言いますね。さっと早く読みましょう。 はいえー、言いたいことが言えない誰にも嫌われたくない頼まれると断れないいつも愛想笑いやりたいことがわからないそして6番、えー、心を許せる友達が少ない素の自分に自信がない親の言うとおりに生きてきた将来が心配だ毎日が楽しくないさああなたは何個当てはまりましたでしょうかはいえー、それでは、えー、採点。 ししましょう採点っていうかなちょっと確認していきますねえー、0から1個だという方0から1個だという方はいありがとうございますその方は本音9割建前1割で生きていますそれでは2からえー、2から4個か2から4個の方2から4個の方、はい、その方は本音5割建前5割で生きています えー、それでは5個以上の方5個以上の方はいその方はまああくまでもね、えー、チェックテストのなので一つの目安として捉えていただけたら OK です、えー、ちなみに30までの僕は全て当てはまってました 1>, 1から10全部当てはまってました。言いたいこと言われへんし、いつも周りの表情が気になって、やりたいことできへん。いつも我慢して、自分を犠牲にして。そして、なんていうか、ずっと背伸びをしてるから、心を許せる友達がいない。心を安らげる場所がないんですよ。どこに行ってもリラックスできへん。で、なんていうか、意識を外側に集中してるから、自分がやりたいことがわからない。うん。だから毎日が楽しくない。そんな人生でした。 で、今、本音1割やという方も、本音5割やという方も、大丈夫です。安心してください。本音1割やった僕でも、えー、このね、YouTube チャンネルで紹介する、行動習慣とか、考え方とか、ライフスキルを、一つ一つ実践していくと、本音1割から本音2割、本音2割から本音3割という風に、だんだん本音9割になって、えー、生きていくことができるようになります。だから大丈夫です。えー、一緒に、本音で輝いていける、そんな人生を、 人生ににななっったらいいなっていう,ふうに思ってます、えー、ミスターオカチは、えー、自分らしく生きたいっていうそんなあなたを心の底から応援しています。えー、いいっすよね自分の人生を生き抜いて最高の自分を表現して生きていけるそんな人生を 一緒に作っていきたいなって思ってますので、えー、これからもよろしくお願いしますということです、えー。今日のテーマはね、あなたの本音でをチェックしようということで、えー、10のチェックテストを皆さんと一緒にやってきました。えー、このチャンネルではね、えー、本音で生きるための行動習慣やライフスキルを紹介しています。良ければチャンネル登録、そして今日の配信がね、参考になったとかためになったなとかね、ミスターオカチ頑張れって応援する気持ちがちょっとでもあれば、なんかえー、高評価ボタン、 押してもらえたり、えー、おカチフレフレおカチってねコメントしてもらえたらめっちゃ嬉しいです励みになります、えー、よろしくお願いします。G and そんな感じで、えー、ワンダフルな一日をお過ごしください。ミスターオカチでした。See you.